マザークラスタの奴ら、月にとんでもないもん作りやがって。アーデムさんからの情報によると、かつてエーテルを世界中に行き渡らせる際に使用した場所のようです。各国の協力のもと、エーテルの散布が終わった後にも継続的な資材の運搬は行われていましたが、その使い道などは不明なままだったとのこと。世界ぐるみの無駄遣いだな。空気が整えられているどころか、重力まできっちり制御されてやがる。とんでもない技術隠してやがって。十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかないとは言うが、これはどっちのものなんだかな。まあそうだよな。となると、このぐらいのものを作るだけの技術力はあるってことだ、マザークラスターは。物資はともかく、この構造を作る技術は地球の進化速度で至るようなもんじゃねえ。ここにしてもエーテルにしてもだ。マザークラスターの奴らがアークス側に侵入していたのは、そういった技術を盗み取るためなのか。と、そんなの考えるのは後回しでいいな。まず先に棺を助け出さねえと。棺さんの反応を探しているんですが、その奥から通信が阻害されてるみたいで、うまくいきません。邪魔してくるってことは、見られたらまずいものが奥にあるってことだ。進もうぜ。雑魚がうじゃうじゃと邪魔をするんじゃねえよ。雑魚がうじゃうじゃと邪魔をするんじゃねえよ。当てる、当てる、砕けろ。雑魚がうじゃうじゃと邪魔をするんじゃねえよ。当てる、砕けろ。そこだ、そこだ、そら行け。邪魔をするな、砕けろ。やるな。
どうした？急に立ち止まったりして。時間が巻き戻っている。どういうことだよ。何かあったのか。まだ敵にも会ってないのに。敵にはすでに会っている。何度も構成しているだと。どういうことだそりゃ。シエラさん、おいおい、どうなってやがる。通信も通じねえぞ。無駄。私の領域は同じ時間を繰り返す遊び場。外からの通信なんて届くわけない。そのまま気づかずにフルの童話の中を散歩してれば 100% 楽できたのに。はあ、 70% もったいない。それにしても案外早くバレちゃったね、フル。この領域の準備すっごく手間かかったのに、時間の巻き戻しにこんなに早く気づくなんて、ちょっと頭おかしいと思う。経験あるの？そういうの。フォークから聞いていた通り、気持ち悪い人。てめえらか、せこい真似しやがって。だが素直に姿を見せた割には罠を解除しますって顔じゃねえな。罠を解除は力ずくでどうぞ。そんなこと絶対させないけど。見てるだけっていうのも 60% 飽きたから、私たちが直接潰してあげるってこと。特にそっちのあんた、あんたほっとくと 100% 危なそうだ。絶対にマザーの邪魔になる。ラプラスもマクスウェルもこの前のお礼をしたいって言ってるしね。あなたはとても危ない、そしてとてもとても気持ち悪い人。絶対にマザーの障害になる。そうメモしてあるから。マザーの邪魔する奴らは私たちが許さない。絶対に 100% 排除してみせる。マザーの障害を取り払う、それが私たちの役割。ロール、メモに残すまでもない当たり前のこと。マザークラスター、未知の使徒、防空ミラー。マザークラスター、月の使徒、フル、ジャニース・ラスギッツ。 100% じゃ足りない。 200% で迎え撃つ。この命もこの力も全てはマザーのために。本のページをめくれば物語は繰り返す。何度も何度も何度でもマザーが笑ってくれる、その時まで。ページをめくるために、物語を繰り返す。何度も何度も何度でも。バーサバーサ 120% バーサ。まとめて全部吹っ飛ばせ、ラプラス。マクスウェル。そこだ。グリモア。執筆の邪魔。次から 100% 本気で行くんだからね、マクスウェル。行け。行け。マクスウェル。邪魔をするな。こんな結末、100%ありえない。
失言。お前失言、しっかりしろ。無駄無駄、無理無理、ダメダメ。その子 99% 心が死んでるもん。ピクリとも動かないよ。残念。私たちが持っていてもお荷物、あの氷って子は怒るかもだけど、クーリングオフもういらない。心が死んでいるだと？てめえら棺に何を。私たちは何もしていない。あなたたちがその子を放っておいたからそうなっただけの話。女の子の心は脆くて弱くて折れやすい。そんなことも知らないなんて男失格。それにあんたたちをおびき寄せられたから、その子はもう 100% 用済み。そう、さっきまでの戦いも、こうして話してあげてる時間も、全部全部ただの時間稼ぎ。なんだと。お二人とも、よかった、やっと通じた。大変です、こちらのアークシップに敵襲です。 PSO2 を返さずに敵が直接こっちに侵入してきて、管制を乗っ取ってきて、それだけじゃなく同時に直接戦力を送り込んできて、アークシップ内に軽装置が。でもどうやって防壁に引っかからずに、アークシップの管理権限を奪うなんて、そんなのシャオシャオの存在でないと。おい、シエラさん、シエラさん。空の分析通りだね、全部計算通り、やっぱりすごい。あんたはアークスの最大戦力で、誰よりも強くて、そしてとても甘い。人質を取れば少数戦力で助けに来る。そのメンバーには必ずあんたが含まれる。100% 正解。さすがは私、希代の天才数学者オークミラー。いつから罠にかけたのかという疑問に答えをあげるね、お兄さん。最初からだよ、妹さんしか見えてなかったお兄さん。そして私たちも 80% 様子見。うん、もう大丈夫だと思う。繰り返してた時間も含めて十分なはずだよ。でももっとマザーに喜んでもらいたいな。私も 100% 同じ気持ちだよ、ウル。てめえらどうしてそこまで。あんたにはわからないわよ、 30% いる男。私とクーが分かっているから、それでいいの。それ、マザーは私たちの世界に色をくれた。それ以上の理由はない。それだけで十分。こっちへ、ポータルを使う。ぶっつけ本番しかない手段だが、なんとかうまくいったみたいだな。転移魔法ポータル、地点登録した場所のみに飛べる一度限りの緊急脱出だ。本当はこのバカ妹がダダこねた時に送り返すための最終手段だったんだが、
思わぬところで役に立ってくれたぜ。あんたにはわからないわよ、 30% 色男。私とクーが分かっているから、それでいいの。それだけでいいの。分からないじゃねえよ、てめえらが理解を拒んでただけだ、アホどもが。とはそれよりもアークスシップだ。なんとかあっちに帰る方法を。アークスシップが消えただと？どうなってるんだおい！シップが転移？転移座標って、これマザーシップ周辺宙域、オラクル側の宇宙に戻された。あーもう管理完成むちゃくちゃ。何はともあれ、まずはマザーシップからの問い合わせに応じないと。応答できない。他シップからのアクセス完全遮断。でもシップ内のリミッターは維持。これじゃ侵入者と戦えない。エマージェンシーコード、ダメ。インタラプトコード、ダメ。全部手を打たれてる。どうしてそこまでこちらの完成を理解しているの？PSO2 を介してなら幾度か来たが、こうして直接来るのは初めてじゃな。なんとも不思議な感覚だの。奴らが月に来てくれたからこそです。座標さえつかめれば私の能力での転移は容易。あとはマザーの思うがままに。素材にしろ作りにしろ、ここの建築は興味を引くものばかりで、あちらこちらに目移りしてしまうの。オキナ、我々の目的をお忘れなきよう。無論じゃよ、オフィエル。ここで年長者の我々が決まらねば、航空とフルに申し訳が立たぬわ。遠からん者は音に聞け、近くはよって目にも見よ。我が名はアナトロン・トルストイ、マザー・クラスタ・土の使徒。破壊を恐れぬならば、いざ参られ。今のは警告。このまま帰ってくれないかな。なんじゃなんじゃ、熱烈な歓迎じゃの。アークスシップ内でのアークスにはリミッターがかかってるのではなかったか。シップ内のリミッターをものともせずに戦闘可能な存在がいるとマザーはおっしゃっていた。
その一人がかの者、そしてもう一人、創世記名尺クラリッサ3の所持者、貴公がまといか。どうして私の名前を？なんでかの。知りたくばその力をもってして問いただしてみせよ。ダメよシエラ、思考停止はダメ。起きたことを否定せず原因を探らないと。ここまで簡単に侵入された理由と、その原因となるルートはどこ？あ、完成にマスターキーでの侵入形跡。シャオに似てるけど、シャオじゃない。シャオのコピー？うん、違う。これは、このデータはシオンのもの？正解だ、私の同胞。いや、鉄孫と言うべきか。やっと合点がいきました。かつてのフォトナーが生み出し、制御しきれず亜空間に遺棄したというシオンの模倣体、それが地球に流れ着き、マザーを名乗った。そういうことですね。いかにも。それ以上の説明はいるまい。身勝手に私を生み出し、身勝手に私を捨て、私に復讐という心を学ばせてくれたあのフォトナーどもはどこだ？残念でしたね。フォトナーはすでにいません。滅びました。あなたの復讐の対象はいませんよ。そうか。ならばフォトナーの残したもの全てを破壊して回るのみだ。奴らの作りし物、何一つ残してなるものか。そのための力を得るために、エーテルとフォトンの融合体を、アルをもらい受ける。アルカは絶対に渡しません。マザーの邪魔はさせない。存外におとなしいのだな、融合体。年相応に泣きわめいてみせたり、抵抗ぐらいしてみせたらどうだ。僕は信じてる。お姉ちゃんが助けてくれるって信じてるから泣かない。僕が泣いたらお姉ちゃんも泣いちゃうから、僕は絶対に泣かない。八坂棺のことか。無駄だ、彼女はもう目覚めない。そんなことない。お姉ちゃんは、お姉ちゃんは僕を守ってくれるって言ったから。その願いは叶わない。